リック、サブ・サベージは、イギリスのハードロックバンド、デフ・レパードのベーシストである。彼は、ドラマーのリック・アレンと区別するために普段は、サブというニックネームで呼ばれている。身長180センチメートル。幼少の頃、彼は、兄からギターを教わっていた。彼らは、ロッド・スチュワートのマギー・メイや、ドン・マクリーンのアメリカンパイといった曲をプレイした。また、ライバルである、 シェフィールド・ウェンズ・デーへの系統にもかかわらず、シェフィールド・ユナイテッドでのプロサッカー選手として、プレーを続けた。しかし、最終的には音楽を選択し、トニー・ケ・ニングや、ピート・ウィリスといった、数名のクラスメイトとデフ・レパードの母体である、アトミック・マスを結成した。彼らはこのバンドの中で、クイーン、スレード、ディープ・パープルや他の当時人気のあったバンドのカバーを、していた。 ある時、ウィリースの方がギターを上手に弾くと分かってからは、ベーシストに転向、またバンドにはボーカリストが必要であったので、ウィリースが紹介したジョー・エリオットがオーディションを受けることになった。後に、ギタリストにスティーブ・クラークを起用し、バンド名をデフレパードに変更する。彼は1994年にベルマヒを患っており、この影響で顔面の筋肉が弱体化した上、 現在でもその後遺症が若干残っているという。特に疲れている時にそれは顕著に現れる。彼は結婚しており、スコットとタイラーという二人の息子がいる。休日には息子たちをシェフィールドウェンズデーの試合に連れて行ったり、ゴルフをプレーしたりするという。また、インテリアに関する趣味があり、家の中の飾り付けをしたりすることもあるらしい。以前は、 ヘーマー社製のエクスプローラーや同社オリジナルシェイプのベース、ワッシュバーン社製の XB920 や XB925 を使用していたが、現在はユニオンジャックがあしらわれた、ジャクソン社製の5件ベースを使用している。ありがとうございます。